なんとかっつハッカーチームの。やっべ、おい走るぞ。どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、物は試しってやつさ。どうなってんだ、異常すぎるだろう。これまるで2つの世界が交差してるみてえだ。俺の頭がおかしくなったってわけじゃないよな。けどまあさすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。確かにあの勢いなら突っ込んできてもおかしかねえや。となると答え鬼が出るか蛇が出るか、ま、何かが出てから考えようぜ。無理しちゃダメだよ。うん、どうかしたか。あ、事務所に状況を報告したい？つうか何事務所って。あ、勤め先の探偵事務所。電脳探偵になったえへんぷい。え、えへんぷい、じゃなくて電脳探偵。マジかよ、すげえな。おい、なんかよくわかんないけど、やっぱオタク。いや褒めてねえし。ま、とりあえず通信デジタルウェーブの状態が。まさかデジタルウェーブの説明。後で検索しろ。検索んなことより、さっきの電脳探偵。いや誤解すんなよ。別に面白そうだとかやってみて、純粋な知的好奇心だよ。ただの興味本位だって。変だろ、電脳探偵。いいよもう。
やっぱ気になる、気になるわ。さあ、聞かせてもらうぜ。電脳探偵ってのは、今までどんな事件を解決した？てか、ボスはどんなやつなんだ？洗いざらい。これは、こないだの。どうした？何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白い少年の幽霊？クーロンでも見た？いや、オタクに限ってそりゃねえか。それに変なもんが見えたのは確かだ。頭ん中を探られたような、何かを押し込まれたような、すげえ気持ち悪い、もどかしい、思い出せそうで思う。あれは一体何だ？何の意味がある？だよな。まあそいつも進みはわかるかもしれねえよな。行こうぜ。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。俺たち、ちっと前からつけられてるぜ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、正体はわかんねえけどな。誰だ？こそこそしてねえで、こっち来い！おや、気づかれてしまいましたね。いやいや、いや、こんにちは、こんにちは。おっと、そう見守らないでください。私は決して怪しいものではありません。あんた誰だ？こんなところで何してる？私はスウィードをアケリと申します。神城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下実地調査中です。一人でか？ええ、私一人でです。いくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、助手くらいはつけてほしい。まったくひどい会社か。なんで俺たちを尾行してたんだ？いや、私より先に人間がいるとは思わなかったもので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは…いや、ま、別にいいけど。でも謝罪する気があるなら、分かってること教えてよ。俺たちも…いや、はい、いや、そう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか？ああ、わかってるの。よろしい。それただ、これからするお話はあくまで決して結論ではございませんのでご注意。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまり、ね、ここは現実世界でありながらデジタル情報で構成、極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の信念さえ飛躍しすぎじゃないの？
否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび痛い視されていますからね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので過剰、それはともかくご覧なさい、この内部構造の異常な造形や不条理さはまさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがで、それらが現実と融合しこの複雑怪奇な空間を生み出した。一つ君たちにも質問させてください。君たちはイーターと遭遇したことがありますか？イーター、なんだそりゃ。食らうもの、侵食するものという意味で私はイーターと呼んでいます。ひょっとしてあの白黒のオウムガイみたいな気味悪いプログラムのことか？まさしく。いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちが強運の持ち主ですね。というのもイーターに捕食されるとあらゆるデータは侵食され、バグ化するとどうなっちまうんだ？構造もアルゴリズムも無秩序なデータになってしまう。まさにバグ。しかも一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。やはや恐ろしい。本食われたが最後ってわけかと考えられています。私はそうは思いません。は？あらゆるデータは復元する方法が必ず形而上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならばバグについてもしかりです。ゆえに私はイーターそのものの研究を進めている。おっさん暴走すんなって。確認すっけど、神城はそのイーターってのを知ってるんだな？そいつがヤバいってことも。いや、もちろんですから、私がこれこのように研究を。ちっ、やっぱ知ってたんだな。人間のやつらすっとぼけやがって。まあ、サービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして。まあ、たくひどい会社ですよね。この際だ、他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら何でも。しかしその前に、君たち見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーをお持ちだ。それに立派なデジモンプログラムも。だったら何？ズバリこの現象内部に救っているであろうイーターを排除していただきたい。ここにもいるってのか？先ほど妙な映像、あれらはイーターの存在を示すいわば前兆のようなものです。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそがイーターの影響によるものではないかと。であれば元凶を断つことで現象は消滅するはずと、この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい。あんた、あれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持ってないの？潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか、捕獲して中に閉じ込めたりできるボールとか。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバグ化への耐性があります。やすやすとは侵食を受けるでしょう。あれを排除しろってんなら俺たちも望むところ。いや、素晴らしい。ではよろしくお願いします。そんじゃな、リベンジといくか。で、とっとと。いや、私はここで待機して。
まともなし。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。後悔するぜ。うん、仕方ねえか。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。このまま突っ走れ。無理しちゃダメだよ。
終わったか。お疲れさん。後悔するぜ。消えちまいやが、まあ気のせい。おっと、あのおっさんの推論ってのが正しいなら来いけど、ここ代弁あ大丈夫、俺に任せな。
こは新イーターに白い少年の幽霊、超面白いじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク電脳探偵、いやマジで面白いわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもねえのな。ま、何にせよだ。俺ちっと探ってみるわ、イーターのこと。あのおっさんもなんか面白そうだし。そういやおっさんはどこだ。いる。イーターとかよりめんどくさそう。じゃ俺とっとと。またね。逮捕だこら。なるほど。それと同時にこれ以上ない幸運で、通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手、そういう月も探偵家業には必要なのだよ。さて今回の事件、仮に新宿迷いがとは民族学などでいうところの一とこよ、霊界、妖怪の住まう領域、つまり我々の世界との境界を越えた先にある。今回新宿に出現した空間はまさにそれだ。これを迷いがと呼ばずして何と呼ぼうか。ちなみに引用元は柳田国夫博士が遠野物語に記した迷い。ここで重要なのは、伝承にも残されているように迷いがのような現象はたびたび発生していると。誠に羨ましい限りだが、君はそれを実際に体験した。デジタルワールド、その名を。そうか、シラミデジモンは人間が生み出したプログラムなどではなく異世界。無論私は信じるよ。デジタ、いや、新宿迷いが事件、実は君が助手になる。君を見つけたのも、いずれもデジタルウェーブ以上に端を発していると私は推測。現在新宿のみならず都内全体の主要都市でデジタルウェーブの状態が不安定化している。我々の生活に支障をきたすレベルではないので、誤差の範疇として。問題は不安定化している状態ではなく、な、自然現象か、あるいは人為的な干渉。実に興味深い事件だ。今後も調査を続行するとしよう。ところで、君と連絡が取れなかった時間を有意義に活用してね。新しいブレンドを発明してみたのさ。君が成果を持ち帰ってくることは予測。ご苦労様、見事な活躍だった。つまりはご褒美だ。さ、君は信じ、コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮。you